平成12年台風第3号は2000年7月に東日本に接近し各地に大雨による被害を出した台風である。進路図2000年6月30日にフィリピンの東の海上で形成が始まり7月2日には熱帯低気圧へと成長。合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 05W を与えた。 英語 W は3日15時に北緯16度2部、統計131度8部地点で台風3号となり、アジア名、キロギーと命名された。命名国は北朝鮮で、ガンを意味する。なお、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、リタンと命名した。台風は勢力を強めながら北北東に進み、3日から5日にかけての48時間で、 中心気圧が50ヘクトパスカル低下。その後も強い勢力を保ったたまま日本列島に接近し、7日から8日にかけて関東地方に再接近し、8日早朝には伊豆諸島の八丈島と三宅島の間を通過。さらに、房総半島の東海上を北上した。台風はその後も北北東へ進み、9日6時に北海道の東海上で、 温帯低気圧に変わり、10日に消滅した。この台風によって、7日から8日を中心に、関東地方から東北地方の太平洋側を中心に大雨となり、東京都伊豆大島の大島町で期間の総雨量416ミ、mm、リメートル、24時間雨量412ミ、mm、リメートルを観測したほか、伊豆諸島や関東地方南部で200ミリメートル前後の大雨に見舞われた。 また、東北地方の太平洋側でも、宮城県小月町で8日に飛行水量357ミ、mm、リメートルを観測するなど、300ミリメートル前後の大雨が降った。台風の中心部が通過した伊豆諸島では、八丈島で最大風速秒速24.5メートル、三宅島で最大風速秒速21.8メートルなどの暴風となった。 一方で3日から5日にかけて、寒気を伴った気圧の谷が上空を通過しため、大気の状態が不安定となり、全国的に雨が降ったが、特に東北地方南部から関東地方にかけて、雷を伴う大雨となったところがあった。この台風により、1人が死亡、7人が負傷したほか、重火の損壊36等、重火の浸水2713棟などとなり、 被害総額は38億円となった。ありがとうございます。